慶喜を知ろうそういえば慶喜のことあんま知らないなと思って、はい、<laughs> 突然ですねはいはいなんかずっと黄色いおじさんが隣にいるなぁとは思ってたんですけど、はい、実際ちょっとあんまり慶喜知らないなと思ってそうあ、うん、まあはい まあそうですね,ね視聴者の皆さんも全然知らないかもです今日はちょっと慶喜にちょっといろいろインタビューをして掘り下げてああわかりましたなくしてやろうかなと思います、はい、あまあなくなりましょうもうはい、はい、痕跡だけになりましょういくつかね質問オーバーこさ、はい、えてきたりというところなんですけど独特なインタビューはですね <laughs> <laughs> じゃあまず第1問じゃらんどこ出身ですか鹿児島県 でいいですかね。出身でごはい。鹿児島県のどこですか?。インタビューなんで。はい。僕。はい。インタビュアーで。はい。吉野さんインタビューいいなんで。インタビューいいですね。はい。あの、なんかこう。鹿児島であったエピソードとか。はい。こういうところがありますと。ああ。ちょっと鹿児島の話とか。はい。吉野部のが鹿児島で過ごした時の話とか。はい。なんか詳しく喋って。あ、ほ。いただければな。ああ。思いついたやつで。 鹿児島県はあの大隅半島といいまして、うん、2>, 2つの半島でできてるんですけれども、うん、まあ左側は薩摩半島って言って血、ねはい、気盛んな栄えているところでございましうん、うん、右側の大隅半島ってのが、まあえー、歴史的にも薩摩半島にいじめられながらそんなことないですよ <laughs> あのおとなしい方でございまして、えー、田舎の方でございまして同じ薩摩でも結構違うんですねその半島によってまあそうですねあの勝薩摩藩って言われたのも 旧国名としては別なんで、大隅という別なんですけど、まあ薩摩の方が、まあ勢力強かったんで。<ー>まあ、まあ、いわゆる、まあ鹿児島薩摩藩と。鹿児島イコール薩摩じゃないんですね。じゃあないですね。<ー>一応、はい、旧国名として薩摩。 大隅っていう別のものがあったんですけれども、まあ、私、大隅というところの出身でして、はい、まあ今でもです、ね、薩摩の方にですねあのあ、どっから来たんですかって言って、あっちの大隅の方ですって言ったら、ああ、そうなんだみたいな、なんかち,ょちょっとそういうのをね、まあ、これは心なしかね、かうん、コンプレックスからかわからないですけど、感じてしまうことも多々あるところでございますね。 終わりですかもう鹿児島話はもうありますけどまあそんな求められてるものがどんなもんかちょっと分かってなくてこんなもんですかねじゃじゃじゃで今は大学でそこ出てきたということを伺ってますけどちなみに最終学歴としては最終学歴は横浜国立大学の経学部を卒業して。 はい、とといいうこでですすねそれが最後でございます経営学の中では何を専攻されてたんですか専攻<行>はい、えっと、一応所属してた、ま、ゼミは、うん、ファイナンス理論と言ってファイナンス理論、えーまあ、どっちかというとコーポレートファイナンスって言った方がいいのかなは<ー>あの金融業界っていうよりは会社の資金調達の手段として、うん、まあ融資とか、はい、あとはまあ株式発行してまあやるとか、うん、まあ もしくは社債を発行するとかいろいろあると思うんですけどその組み合わせが最も良いのはどういう組み合わせなのかみたいなのを例えば考える<ー>会社の資金調達についてのゼミなんですが、うん、そこで僕は一人あのブランド戦略とかをやってゼミの卒卒論論も書きましたはブランド戦略でお書きになれたんでですね<笑><笑>、はい、あのブランド戦略何度も言ってますけど東急と京急のね ちゃかなケーキを書,き書いているつもりがずっと東京のことを書いているという <laughs> まあブランドを間違えてるという。あらブランドの研究なのに <laughs> いい。ブランドを間違えてるという致命的な、はい、ミスを犯したことで有名な私の卒論でございますけども。<へー> <laughs> ちなみに僕ははい大学で哲学をああそうです学んでまして、はいね、はい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 ヘーゲルというね、はい、あはいはいはいドイツの近代の哲学者を学んでですねはい、はい、まあこれはね、うん、すごい先生に褒められましたよ。 それは専攻したことがってことですか。じゃなくて卒論。卒論の出来が、出来が、ああ、良すぎて。良すぎて。良すぎて。まあこれねちょっとコロナで、あのずっとこうステイホームはいだったわけなんで、そのステイホームだった時間ずっとね卒論に費やしてたので。素晴らしい。素晴らしいです。僕もあの入学した時は思ってましたやっぱり。僕浪人ねあの残浪してるので、やっぱり。 大学は遊びに行くとこじゃねえと、勉強しに行くとこだと、そうだそうだ、その通りだ。ていうか、そのぐらいやっぱりね、高い目標があったとしないと、自分の浪人に納得できないという、多分そういう心情が働いてたんでしょうけど、ああ、その、罪滅ぼしじゃないですか、3年やったぐらいだから、勉学にいそしまねばと思ってたんです、なので、僕、入学したときからいい卒論書こうとはずっと思ってたんですけどね。 そのはずが、そのはずが、はいはい、京急と東京間違えるみたいな <laughs> とんでもない、ね、とんでもないことをやっていたわけですけれど壮絶なコントみたいなことをやっていたわけですね。はい、僕の中ではなんか最後、卒業するときには表彰されて卒業するぐらいの気持ちでいたんですけどね,いいねちなみに僕出身が東京都の三鷹市というところで生まれ育ちました東京都の真,真ん中ほぼ真ん中,、ね、真ん中ですな。 が隣に気になるんですけど、商社な住宅街で生まれ育ちましたということでございます。ということで次はちょっと趣味のご趣味は何ですか最近あんまり行けてないんですけど、昆虫のね写真を撮ってそれを見てニヤニヤするとかいうのが割と好きでそれはカメラは何で撮ってるんですか旧オリンパス 今の OM デジタルソリューションズさんのオリンパス時代に出てたミラレスか一眼のカメラでミラレス一眼で、はい、で,で撮ったりとか、まあ、もしくは同じく旧オリンパスから出てる<ー>、えー、TG6 というねコンデジの一種なんですけどコンパクトデジカメの一種でちょっとあの屋外とかでいろいろ濡れたりーほーほー衝撃を受けてもなんか丈夫ですよみたいなそういうタイプのやつがあってまあこれが割とあの便利なんですよねそのデフォルトで マクロ撮影っていうのはすごい近い小さいものを大きく撮影するっていう機能が結構充実してるので<ー>まあこの2つを主に使ってですねあじゃあ、はい、結構カメラにもお詳しくて <laughs> 詳しいわけじゃないですけど、まあ、自分が持ってるカメラに関しては結構調べてそれは買われたんですか、うん、あそうですね機能を比較したっていうよりはですね、うん、<の>何に着目したんですかむしろ写真をうまく撮りたいとうん はまりに初めてからですね、はいえー、思った時に手に取ったその昆虫写真を撮る方法のね本が出てて、うん、それを書いてたの運の野一夫さんっていう方がほうほう当時のオリンパスから多分まあスポンサー的な感じでえやっててそのすごくその昆虫撮影にはオリンパスがいいですよみたいなことを言ってたんですよあそうなんですねそうなんだーと思って買ったって感じ、ね、<laughs> もうそれをもう超鵜呑みにして鵜呑、はい、みにしてですね いろいろ理屈はつけることができるんですけど、やっぱり一番はそれですね、その印象がそこで言われてたから、はい、生き物撮影をするならオリンパスだみたいなに載せられたというのがまあ一番のきっかけですかね。はい、なんか前、一番コンプレックスみたいな回で。 キャノンとかニコンは有名すぎるから使えないみたいなちょっとオリンパス下げみたいなことしてましたけど下げになるのかそれ全く働いてないことはないですけど正直一番の理由はうまい写真を生き物の写真を撮ってる人がオリンパスいいですよって言ってるから買えば間違いないだろうと思ったていうのとその道の第一人者にね聞いてオリンパスがいいよというふうな回答が載ってたから。 うですね、まあ、ただ、その人もいろんなカメラ持っていろんなの使いま楽しんでて、いろ、うん、んなところでいろんなこと言ってるんだろうと思いますけど、僕が見たのがオリンパスがよかったって言ってるシーンだったんで、<ー>それオリンパス出版とかじゃないですか、<laughs> まあ、それキャノン出版ではキャノンが一番いいみたいなじ。もしかしたら、その時期オリンパスさんにお,お世話になってたのかもしれない、ね、かもしれないですね。<laughs> そういうのもあれかもしれないけど、僕はまあ少なくても。<ー>それで、今も別にあのすごく満足してるいはい、はい。日頃どんなところに行って写真は そうですねまあ東京にいればまあ、うん、やっぱ公園がメインになりますかね、うん、まあ都心ですと新宿御苑だとか、はい、あ,あとはあ小石川植物園だとか、うん、なんかそういうところに行けばまあ都会の中ではかなり虫とかがいっぱいいるのでそういうとこですかね。なるほど、はい ちなみに僕の趣味はですねやぶさめなんですけどやぶさめって馬に乗ってあれ馬に乗ってや弓を入れるやか？はい。全然知らなかったですインタビュアーさんわざわざ福島に行ってですねほう練習をねちょっとしてるんですけど高校で弓道やってたんでああそうなのでそれで浪人中ちょっと馬乗りたいなと思ってえっ浪人中にやっぱなんか勉強せずはいありがちですねやっっぱちょと交通手段で なんか自転車とか車とかってありきたりだなと思って、はい、<laughs> まあやっぱ交通手段として馬を見てたんですねこれからの時代馬だなと思って<う>でまあなんか弓道もやってたから、はあ、ちょっとやぶさめやってみるかと思ったんですねはいはい、はい、ちょっとどはまりしてしまいました、えー、もう大変ですよあの体幹が鍛えられますあ鍛えられそうですよねあれは,あれは確かにあのまあ瞬発力ねあ確かに矢をこう引いたらもうすぐですから そかもう馬がねもうそんな気にせず離れちゃうからねすぐ打たないといけないそうなんです確かにそういうのをちょっと趣味でああそうなんですねいやっておりましてはいはいね仲良くしていきたいですねああやばぜひそうですねもうちょっとちょっと趣味のいいんですかこれこのままではいはいわかりました話をねちょっと硬いですねああいいやあわかりましたはいちょっとす多かったなのでやわやわで来てくだいやわやわではいいきますかはい 趣味の話をね。はい、掘り下げていこうかなと思うんですけど音楽の趣味は音楽の趣味ですか、はい、どんな趣味をお持ちですか音楽の趣味はですねないと言っても過言ではないぐらい聞かないんですよ聞かないですかあの昔はね長後から中学生まで短い期間 2>, 2年生ぐらいまでは聞いてたんですけど、うん、これはあれですね流行についていくために聞いてました あそのクラスでこういう歌が話題になってるから、はいはい、話題になってるからですねで大体そのクラスで話題になるのが音楽、うんまあ、あとドラマとかねああドラマ<ー>はいはいで僕あのドラマも全然見てなかったんですよ小さい時うん、うん、でもドラマを追いかけるってしんどいんですよあまあもう一回一回一話一話見なきゃいけないからねそ長いしそのもしねちょっとでもなんかストーリーにはまらなかったりしたら そ結構苦痛まあでも音楽であれば1個5分ないぐらいで終わりです長くて5分ですかねで音楽でそんなに嫌悪感を抱くような音楽ってあんまないあんまないじゃないですかそんなあんまないだからまあ追いやすかったのが結果音楽で流行に追うのが目的なので自分で CD を買うとかじゃなくて友達が今聴いてる当時でいうと MP3 プレイヤーとかねああ ギリと、ねはあね、MD とかもてままししたたねねありとかを友達が聴いてるのをそっくりダビングさせてもらって聴くみたいなことをしてましたねそれ流行についていくためなのではい、はい、違うオリジナルの曲聴いても意味ないんですよついていけなくなるからだから君が聴いてる曲を教えてくれってすごい受動的な、はい、そういうので聴いてたけどやっぱりそういうのを気にしてたピークがやっぱ、うん、中学生ぐらいまでで。 うん、やっぱもう中3高校ぐらいになってからもうなんかもういいやと思っては<ー>あの聞かなくなっちゃいましたねじゃああんまりその流行の歌とかを聴いててもそんな歌自体へのなんか興味みたいなのはあんまりなかった、うん、されなかったです、うんうん、まあ嫌いではないですよ全然、うん、めちゃめちゃ流行りの曲いいなって思うこともありますけどそれでゃ振り返ると全然人より多分聴いてる時間少ないな、うん っってててこととは興味そんななないのかも人比べ感じです最近の曲とかでも大嫌いな曲とかはないと思いますけどこの曲は好きだなとかこの曲調はあんまり好きじゃないなとか例えばナイツ漫才コンビいるじゃないですかいますね彼だって2人とも確か電気グルーブっていうピエールたちと石野たちが好きなんですよ。なんで電気グルーブってちょっと面白い曲作るじゃないですか。 かんない面白い曲作るんですよです、ねはい、曲の流れがあって、うん、そこになんかこう違うメロディーが入ってったりするようなね。で どっちも電気グルーブの音楽が好きだからそういうグルーブ感のある漫才を作ろうと思ってあのヤホー漫才っていうのができたんですよええ、ああそうなのグルーブ感を求めた漫才だがヤホー漫才なんだそうなんですよへえんか塙さんがボケをこうボケますねずっとねいってて土屋さんがボソッと突っ込むみたいなそうですねボソッとそれに対して輪さん全然反応しないんですよしないねずっとねずっと聴衆に何か言ってるようなね それに対してちょこちょこ突っ込んでるっていうのが電気グルーブの音楽と同じ構成になってるっていうので,で僕は激しめなロックが好きなんですよ、うん、ああそうなんですねもう最初からもうピークでもうどんどん乗っていけるみたいな意外ですねなんか静かなクラシックとか聞いてそうなイメージが勝手に実はクラシックあんまりいてないんですよ激しいロック激しいロックとかは好きで、はいはい、デスボイスとかがね 含まれていたりととかかデスメタル結構そういうのが好きなんですよ私ははいだから僕はラジオ作る時もどん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 こう乗っていけるようなラジオをね作っていきたいなと思ってナイツさんがそういうふうにやってたみたいにそこをやっぱつながりを持ってやっぱりそうそうそうやっぱりラジオも耳で聞くものだから確かにそうですねそう僕はそのえっとねスウェーデンのねロックバンド あでも北欧ってなんかデスメタルとかすごいイメージがある。ね、なんかなんかねなんかあるよね。イメージがある。<laughs> なんか実際あるけどあるよね。実際そうなのかな。<laughs> でも北欧って結構そういうの盛んで。うん、イメージあ,、ね、あのアマランスっていうバンドがあるんですけどはいはいはい。その曲がねすごいねあのメロディーチックなんだけどあのちゃんとパンクな感じがして。ええそうなんだそういうところあるんだ。すごくね裏切られる感じがね結構好きなんですよ。えはい。 かちょっと由伸の音楽の趣味も聞いてラジオのエッセンスとして取り入れたいなと思うんですけどどういう曲がちょっと今まで好きだったかかって放課後ティータイムの「ふわふわタイム」とかふふわわタイムご存じないですかちょっとね僕は知らないですが放課後ティータイムっていうのはアニメ「軽音っていうアニメがあってその中に出てくる女子高生たちがけい音部を組んでるわけですけどそのユニット名 ポカゴティータイムという、うん、あのユニット名なんですけど、うん、その中であの「ふわふわタイム」という非常に、ねうんはい、グルーヴ感のある <laughs> グルーヴ感が分かってないんですけど曲がありまして。はい それとかすごくやっぱりあの、えー、ふわふわな感じでね君を見てるといつもハートドキドキとか言う、ね、ういうねああゆる生態がクラジオっぽい,、はい、いあぽいですか、はい、本当ですか僕は意識したことないんですけどあゆる生態はふわふわティータイムだったんだ <laughs> これもですね別にその曲が好きかって言われると怪しいですねアニメが好きだっただけなので <laughs> ああだかそのアニメの面白かった記憶とかが、はいはい、その曲とマッチしてはいそうですねアニメの中で歌われてなかったら興味なかったかもしれないですね。うん <laughs> ティータイムという言葉が出たのでそれに関連してまだ続きますか紅茶の趣味は紅茶の趣味はないですよ紅茶趣味ないです僕は完全緑茶ですああそうですか僕はもう朝のルーティンって言うほどのルーティンないですけどほぼもう朝起きますで顔洗いますそしたらお湯沸かしますで緑茶を入れます飲みますっていうのはもう100パーやってます 緑茶、緑茶人間です、僕は。朝、絶対緑茶を飲むほぼもう緑茶人間です。え、1日何回ぐらい飲むんですか家にいるときは。緑茶、結構飲むんですよ、僕は。<ー>好きっていうのもあってんのかな、なんかもう習慣っぽくなっちゃってて。うん、だからまあ、あれですよね、朝、一番最初の,その使ったその茶殻で言うんですかね、はい、美味しい、美味しくないとかいろいろあるんでしょうけど、まあ、あと2、3回ぐらい使うんですよ、うんコップ1杯分入れたぐらいだったら。だからまあ、2、3杯ぐらいはそのまままお湯とかをさ、沸かしといて。はいはい 足りななくだからもしずっと一日中家で作業とかだったらもしかしたらもうずっと一日中飲んでるかもしんないですってぐらい緑茶ですすごいね緑茶わコーヒーですねああそうなんだはいコーヒーまあ頻度少ないんですけど紅茶はねあんまり飲まないです僕あそうなんだ結構ね緑茶紅茶コーヒーって結構分かれますよねんかそんなに派閥がトッキーロさんは僕はねまあ紅茶 紅茶ーハーーブティーが多いですねだから言ってたのか,そうか緑茶はねあんまりまあ実家にいた時は結構飲んでたんですけど<ー>最近はもうなんかほうじ茶とかそうなんだあの富山で加賀紅茶買ってきて加賀紅茶を飲んだりとかは。 そっか,いやなんか今思い出したんですけど、うん、僕は緑茶が好きなんか、はい、そんな,なんかね緑茶マニアですかそういうわけじゃ全然ないんですけど、うん、大学生に入って初めてちゃんとやったバイトが、うん、ウェブ系のバイトだったんですけど、はい、その前に一回僕あれでしたね近所の商店街にあったお茶屋さんに、うん、なんか「バイト募集してませんか?」って言われて、はい、してないよっつって振られたことだったなって今思い出しましたね。 今働けませんかって言っったら <laughs>、はい、無理ですって言われた言われた記憶を今思い出しましたねそんなことやってたんだなんかあれかもしんないですね僕大学もともと農学部を目指してたっていう話しうたと思うんですよでなんで農学部を目指してたのっていうとまあ要は僕の地元が農業ぐらいしかないから、うん、農業を学んどけば地元に何か貢献できるだろうってことで勉強してたんですよはい、はい、で今もそうなのかな結構鹿児島県産のお茶が伸びてるみたいな話があって。 なんかチラン茶が結構甘かかかったりとなんかね、県自体のシェアとしても結構、へ<ー>多分静岡超えたんだっけ、この間。え本当僕がいたときは、た追随してるぐらいの、うん、でそごい伸びてた時期だったんで、多分埼玉、静岡、京都がもう、うん、三大お茶の産地な気がしますけど、ね、なんかどうやら鹿児島が今、1位とか、1, <ー>まあ1位,2位、2位では絶対あるって感じらしいんですよね、まあ、ブランド化されてないってことだと思います、たぶ、うん、ち、あ、ら、のー、以外が。 いろんなものをこう栽培していろいろ売れるみたいな見た、うんうんはい、と思うんですけどうん、うん、だからなんかお茶系の勉強しとけば、うん、お茶界隈のなんかことで地元のなんかできるかなとか思ってたうんとかでお茶業界の勉強したいなと思ってバイトをしに行くことしたらすごいねその募集してないところに <laughs> あの聞きに行くのやっぱすごいね、うん、いやなんかやっぱ浪人してたんで、うん、バイトすまず勉強が本部なんですよまず。うんうん でもバイトするならなんかお金のためだけじゃなく勉強にな,るになるものをしたいと思ってたんですよね<ー>でその時最初もいつてたのはウェブじゃなくてお茶った <laughs> <laughs> やっぱまだ農学部の未練があったんですよ。正直ありましたよ途中ぐらいまで最初はなんかどっかでなんか転学とかできるのかなとかいろいろ考えてましたもんねやっぱ。 もう一回し直そうかなとか思ってましたけどねうん、うん、まあだから今それをちょっとすみません思い出してお茶といえばと思ってまあ確かに鹿児島で買いたいって言ってる土地の近くの山にも茶畑があってそれが渇水の原因になってるんじゃないかみたいな茶畑をね恨んでるみたいな話しましたけど <laughs> してましたねまさにそんな感じですよ伸びてきてお茶畑とかもちょっと増えたりしてねうんうんうんなんかいいみたいですねなんか条件に合うみたいです火山灰、うん、土壌に。 あれお茶も結構なんか味違うじゃないですか茶葉によってうんね僕はちょっと甘かったですけどあんまわかんないですかうんあんま分かってないあらあてかいつも同じお茶ばっか買ってるからかもしれないいつも何買ってるんですかライフのライフはいはいスーパーのライフスーパーのライフのプライベートブランドのなんか金色のやつ買ってます金色のやつなんだなんか良さそうっすねえそんなになんか高いわけじゃないと思ううんそれがお気に入りでそれ買って 売ってる理由も別にあの味比べて美味しいからっていうよりは、うん、あのどうやらそこで、ね、使ってるのが僕の地元のお茶らしいので。 あれはそ,そこの,あの。自治体レベルで一緒らしいので。あ,あそうなんあの、なんかなんとなく地元光景みたいな意味<ー>合いでそればっか買ってるんですけど。あ、それもわざわざこう産地をこう見て。あそうです。静岡茶なんて絶対買いません <laughs> <laughs> やっぱ一番コンプレックスなそう,そうです。味にこだわりないから、うん、逆に決めてそんぐらいしかないって感じです。まあどうせなら。 はいはい、地元のお茶買うかみたいなあちなみに今ペットボトルのお茶は何を飲んでるんですかまだ続きますかこれとして、うん、ペットボトルのお茶は主に多いお茶ですね僕あ多いお茶って一周回って一番美味しいっすよねそうっすねこれもまたね僕大学生の時多いお茶を買いだめしてましてえ何何何2リットルをいっぱい大量に買ってて <laughs>、うん、それをねあの水筒に入れて学校に持ってってへえそれが一番安上がりだからね安上がりだと思ってすあのまあうん、うん 沸かすとさ冷やすのとか大変じゃんねうん、うん、暑いのをさなんか大学に持ってってもさあっちってなるもんねそうなったりするし冷やすのとなんか色変わるし味も変わるしとかで嫌だからうん、うん、そうやってたけどなんかネットでカフェイン中毒って調べてなんか怖かったからなんかやめるようになりましたっていうのは、うん、<laughs> でもそうやれると僕はあれですよねかなりお茶飲んでますね,かな,ねかなりお茶飲んでますね、うんえー、ちなみに茶器とかにもこだわったり、うん、こだわってないですねあれ <laughs> あ<の>な急須はここさんのやつをこう使ってみたいななんだっけ カップはここを使ってみたいなあるんですよハリボーみたいなあるんですよハリボーっていなますかグミドイツのクマグミみたいな名前のまあんだろう透明なガラスガラスなのかまあだから中身が見える急須みたいながあってハリオかなハリオかなハリオですねハリオかなハリオ大体ハリオですね別にこれもこだわりあるんじゃなくて僕の急須の決め手はそれなりに量が入ることで透明だと お茶の出がわかるので、うんうん、透明であること、うん、あとはあの口が洗いやすいことですね。ああ<ー>、まっすぐになってて、こう,うブラシがこうシャコシャコいける。中をい、いや、もう中行くのは嫌で、もう上がちょっとなんだろう、少し切り口みたいになってるやつあるじゃないですか、なんか。ちょっとだけもう、ひょこっていい、はいはいはい、こう、こういうのじゃなくて、その口で透明で。うん まあ500から700ぐらい入るんだったら結構入んね500から700もう1回で割と入れて何度も飲むんでへえっていうそれぐらいのこだわりしかないです面白いですね生態がそうですかちなみに僕急須とかはねよく使ってるんですけど紅茶に紅茶はねアフタヌーンティーリビングっていうよくデパートとかにも入ってると思うんですけどそこのポットを使ってまして でお茶緑茶とかほうじ茶とかを飲む時は美術館で買ったすごいデザインのね優れてるかわいい急須があるんで使い分けてるんだはい使い分けてます湯飲みはねそんなにこだわってはないんですけどそういう急須とかもねちょっとこだわってあえいいですねやったりとかしていますあともう2つぐらい聞きたいのがわかりましたはい 服着てるじゃないですか着てますまあなんかそういう衣服に対する趣味とかはあるんですか <laughs> 今は、えー、とよくね収録でこの黄色い服とか、うん、まあ何かしらこのバックブルっつってあのブルドックのお尻がプリントされた服を、まあ、よく着てマスタード由伸です、ね、マスタードで色もねこの色がなんか印象に残ってるのかな皆さんの多分あの、うん、いろんな色持ってたんですけどなんかイラストにしてもらった時に僕が着てる服が黄色が率が高い気がしててうん、うん やっぱねちょっと蜂蜜っぽくもあるし、うん、なんかねそうなん,かなんかコメントでもあったらなんか右にいるのはプーさんですか、ね、あ<ー>みたいなそういうコメントもあった気がしてなんか最近ちょっと意識してまあなんかイメージカラー黄色でもいいかなって思って、うん、まあ確かにそんな気がするあの昔はねかぶりとかはむしろ気にし逆に気にしてたんですけど今かぶっていいやって思ってうん、うん、むしろ着てるんですけど確かに今こだわってるっちゃこだわってますけどこればっかり、うん、これもともとこだわりがないんですよ 全くく興味なて家では裸族だったりします裸族ではないな僕は裸では不安になる人です僕はパンツは絶対履きたい人です上半身裸だったら別にそんなに気にならないパンツだけは履きたい人誰がいなくてだからこう着るものは別に何でもいいけどもいいそうパンツを履いてたいああ で,できればトランクスよりもボクサーパンツの方が安心する、うん、<laughs> 知らないよ <laughs> <laughs> そこは聞いてない正体求めてるじゃないですかあ全然,全然,全然あ違っそこは聞いてない違うんだ <laughs> ちょっとやめてくださいちょっと変なこと言うのいや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 ,いや <laughs>、まあ、でねこんないないんすよ <laughs>、はい、ないけど鴨川の時も僕同じ J, あ<ー> J プレスってブランドのこのバックブルーシリーズ着てるんですけどうんちょうどそのぐらいの時に僕の父親が大昔デパートで買った うん、J プレスのアウターアウターそうアウター参考 <laughs> 画像載せときます <laughs> はいあのまあまあですよそれをなんかね買ったはいいものの多分田舎で着る機会なくて<ー>ずっと奥底にあったのを着るかっつってくれたんですよ、うん、でそれが J プレスで,うん,でなんか僕もファッションに興味ないけどこういう YouTube 出てくんだったら、うん、何かちょっとそういうこだわり持ってきた<ー>みたいなのを思ってて。 ちょうどじゃあ J プレスっていうのが来たから J プレス調べてみようと思ってみたら「ブルドックシリーズが可愛かったんで「ブルドック生き物なんで「あ生き物文脈にもいいじゃん」と思って「ブルドックを着始めていつかね J プレスさんがね提供をまさかの案件をね勉強してくれるで僕は「ブルドックのお尻についていやそら説明するというねそういうコラボ動画をできたらなと思っておりますけれどもまあまあそういう下心もありつつこういう服を着て。 じゃあ普通普段も J プレスばっかなんですか他はなんかこう普段はユニクロですねユニクロか GU ですねああまあねあそこ便利ですよねあんまりこの服汚したりしたくないんでまあいつでも着れる GU とかで済ましてますね普段は正直なるほど僕ちなみにグローバルワークとかが結構多いですねグローバルワークってグローバルワークはね夏とかに結構よく着てたかなグレーの 薄手のシャツみたいなやつとかはあれグローバルワークで結構ね僕細身で合わないこともあるんですけどグローバルワーク結構ねサイズ展開豊富で僕がちゃんと着れるあの細身の展開もあるんですごく助かってます結構ファッションはこだわってる方いやーまあでもねそれぐらいだねその着れる着れる着れ,る着れないのやつで僕に合うブランドっていうかまあフィットするって感じあとねこれはねジョセフっていうあのブ,ラあのブランドでこれね 結構高いんですよああ、そうなんですね結構はいまあこれあのアウトレットで買ったんでうんなんかまあ安くはなってるんですけど実はこれジェイプレスと同じオンワードあーなるほどなんですよねはいはいあそうなんだこれもねなんかすごいちょっとかっこよくておじゃーねはいオンワードさんオンワードさん頼みますよ頼みますよ本当にもね最後の質問はいはいですねはい幼い頃何かお稽古してましたかピアノうん水泳おお 書道サッカー,おー,おーすごいかなやっぱすごいねやっぱ親御さんがすごい教育に力を入れてる気がするねそうだねえっとね水泳は多分うちの母親がやらせたかったはずピアノと水泳って、うん、東大生の習い事1位 2>, <laughs> 1> 2位だった気がするよ多分あーえっとねピアノと水泳はね多分ねうちの母親がやっぱり憧れがあったんだと思う 多分自分がしたかったはいはいはいでもねそういう世代でもあると思うやっぱ2分の1母親だからそうまあそうね血縁とかね血縁とかね血縁度としては二分の一母親だからそう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 適応だね適応度的にやっぱピアノをねそうそうそう実質半分自うにさせるようなもんだからね。そうそうそう自分の遺伝子ピアノをね組みうませたかった。うん。うあだから多分ねピアノと水そう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 そらそうそうそうたはい。うそ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 う 最初にやめたのがピアノかなああ<ー>。小3ぐらいかなああ、ピアノが小3よ、3、4ぐらい。うんうん、水泳が小4ぐらい小5ぐらい。あじゃあそ、その時に何かあったんだね。えっとね、サッカーに変わったところ。そそうサッ にハマったりし始めて、はいはい、やっぱ自分の中で序列ができちゃうわけですよ。うん、サッカーは楽しい。サッカーは楽しい。そうそうそう。ピアノは楽しくない。例えばね、そんな感じになってきて、うん、ねえ、やめてって。書道、うん、は一応十二ぐらいまでやってたかな。ああ。だからあれか、書き初めのやつあったじゃん。<laughs> いや、じゃ、あの、あの言いたくないんだよ、書道をやってたって。去年のゆるがくとフェスで。<laughs> 書き初め来年の抱負でえ吉野部さん意外と字綺麗みたいな感じに <laughs> じじ意外と意外と字綺麗みたいな感じになってたのはあれ書道経験があったからなんです、ねまあ、ワンチャンあるかもしれないただ書道は僕は字を書くというものじゃなくて絵を書くお手本と同じ絵を横で書くっていう。 スタンスだったえっ、ー、雪スタイルだったの <laughs> 接種まあさか <laughs> フレッシュでフルだ、ね、閥あでね。<laughs> いや、ないな,な,ないですけどいや、だからもうだから字が綺麗になりたいと思ってやってなかった。へぇ<ー>、ね。書道はね、確かね、自分の意思でやり始めた気がするんだよね。あ、書道やりたいと。そう、ななぜか忘れたけど。へー親に確か自分で言った気がしてんのすごいね。けど、初めて知った。けど、書道教室僕が言ってたから女の子しかいなくてね。 あーまあまでもなんでかわかんないけどそのイメージあるなでなんでだろうねで同級生がいなかったんですよ、うん、で僕小4ぐらいまで結構多分ね内向的な子だったんですよ割とうん、うん、だからもう多分俺初動教室って一言も話したこと発したことないわマジでもうただ黙々,黙々とやって <laughs> 社協みないなこや、まあ、本ほんとそんぐらいでしたね<ー>のまあまあだからそういうのもやってたけど、うん、まあ結局続いたのがまあ作家 サッカーは楽しくてててずっっっとや感じですなるほどね僕はねなんかそういう水泳とかピアノとか書道とか全然やってなくてただただ小1からくもんにああくもん式通ってましてくもんとかね小さい頃行ってみたいなと思ってた仲いい友達とかあそこねあんまりいい記憶はないけどあないんだ うんうん、あんまりいい記憶はないすごい先生が厳しくて <laughs> ああ先生と何、ね、か何回もその罰がついたプリントを返されてはい、はい、あの一回帰っていいよって言われてないのに帰ったことありましたからへ<ー>抜け出したことはあったんで相当嫌だったんですけど<ー>でも確かに学力がついたんですよあそれあよかったじゃんそれは小5、はい、であの塾に変わったんで雲をやめちゃったんですけど小5で。 中3ぐらいの数学をやってたので,いいいで、ね、中学の算数,数学は、はい、なかなか良かったんですけど<ー>だからそれで結構ねなんか時間に余裕ができて、うん、本読む時間ができたとか,、うんうん、か意外とねのじ僕のなんか人生の形成に不問が役立ってるなというふうに。 感じることあるのでいいのあのぜひ CM お待ちしておりますクモンに行くもんって言ってね、はい、こうなりますっっちゃんと言うんでクモン行くもんってちゃんと言ってくださいね <laughs> 広げていいこれちょっといいよいいよ子供ができてさ習い事させるってしたら何させたい俺ソロバンさせたい <laughs> ソロバン 俺さ、もう数学のケアレスミスがめちゃめちゃ多くて、はい、僕、字汚いんですよ。えいやいやいや、字綺麗いやんいや。汚いんですよ。あすよ走り書きするとってこと確かに、慶喜の,の際の丸よって、なんかすごい汚かった気がする。汚いんですよ、僕。数学の回答用紙とかって結構、その回、うん、答の過程書くじゃないですか。あれもねあ、行ったり来たりするんですよ、僕。<laughs> 行ったり来たりして、矢印書いてこっちですよと、だから逆にめっちゃ頭良さそう。<laughs> で、ケアレスミスするんですよ、字が汚くて。うん でそろばんできる子ってさ暗算すごいじゃん、うん、まあねもうパ,パパパパって頭の中でそろばんいてあれはね受験だけ考えたら超させたいと思うし、うん、塾もね生かせたい教育パパ血縁度2分の1よしの方が生まれてくるから<ー>その自分ができなかった数学への負い目みたいなのを あね、やっっぱそういうういの思っちゃうんだよねこの間ね水野さんとちょっと話しててああゆる言語学クラジオゆる言語ラジオの水野さんと話した時に放任、ね、主義がいいのか悪いのかみたいな話が、はい、あって水野さんは割と放任だったというので、うん、まあ放任の意味合いもいろいろあると思うんですけど、はい、で僕も割とね多分そんなにね教育方針とかに関してそんな口出しされたことはそんな実はない気がして少なくとも大学とかそういう話をしたこと、はい ないのでりと自由にさせてもらったなと思ってるんですけど自んのモーツァルトになりなさいみたいなことは言われてなた、ね、<laughs> そことは全くなかったんですけど、はい、だから僕もねだから本人的な方がいいんじゃないかとか言いつつもうん、うん、多分自分の子供できてさ男の子とかでさ、うん、サッカーとか始めちゃったらさ絶対教えたくなるよね何か,、ね、<ー>かどうせやるならプロ目指すぞっ,ってさ言っちゃいそうだし、うん、やっぱ自分にが 足りないとと思っったたことやればよかっただから僕で言うとねやっぱ塾とか行きたかったんですよ、うん、当時は行きたくなかったけど今思えば塾行ってくれなかったって思うんですよねはい、はい、で僕ね塾ね1か月だけ入ったことあるんですよ実はおそうなんだ友達を呼ぶとなんか、うん、あポイントがなんかキャッシュバック的なマルチ商法システム <laughs> みたいなのがあって。 2で二人の友達を引き連れてキャッシュバックだけもらってやめたっていう最低だっていう<あ>あ<の>そんなパターンあるんだ続ける気あったんですけどなんかあいって思ってたのと違うなってなっちゃって<ー>この塾もね確か僕が多分行きたいっつって高校で落ちこぼれてて、うん、2>, 2年の終わりとかに1回やばいと思ったってことがあったのこのままだと卒業しちゃうと思って、うんはい、で何か変えなきゃでも 勉強の仕方がわからない塾に行かなきゃと思って1か月だけ入ったんだけど、うん、なんか、けくん抜け出して、<ー>覚えてますね、塾に入ったときに、まあ、そんな大きな塾とかないんですよ、田舎なんで、うんうん、この子はどういう学力なのかっていうのを確かめるために、はい、まあ多分一通りのいろんな難易度の問題用紙を渡されて、<ー>ちょっと解いてみてって言われて、はい、僕、一問も解けなかった、ね、<laughs> まさかの <laughs> 数,数学で、<laughs> にらめっこしてしまってで、そこでね、多分ね、先生が困惑してたの。あ、こんなできないみたいなマジ、まま、みたいな。 多分それが僕はもう無理と思ってあ<ー> <laughs> あもう友達引き連れてキャッシュバックだけ持って,らて帰ろうってもうやめようと思ったんですよあもう計画してたんだそれいやもうその結果的にそうなったじゃなくてあもうそそうですねまあ友達には言えないですけど <laughs> いや,やっぱ見てますかプライドがあったんですよあ<ー>いやできないけどできないって言われたくなかったんですようんそれでね分かるわっていうのでねだから今思えばちゃんと塾に入ってわからないわからないで教えてもらいながら、うんうん、やれば 路はししななかかったかもしれないねね <laughs> そうだ、ね、う確実にね,実にねもっとなんかちょっといいところには入ってたかもね僕だって二次方程式うん、うん、お得のそれ危うかったと思うよね俺高二の時代あじゃあ結構危ういね俺高1の5月ぐらいで、うん、数学分かんなくなっちゃったんですよあだいぶ早いん <laughs> だね最初イコールゼロの意味が分かってなくて。 イコールゼロの意味が分かってない。<laughs> あれまあ便利だからじゃないですか。イコールゼロにした方が。イコールゼロにした方が、まあゼロになるようにしたら考えやすいからってだけなんですけど。うんうん、予習とかしないでいったら、先生がまずイコールゼロにするよねみたいな。うんうん なんでまずイコールゼロにするののってがかそのねその疑問自体はよくわかる、うん、そこでなんか暗黙の了解になってる、うん、こうした方が楽だから大体、うん、いいこの解放でいきますみたいなのがあるし、うんうんうん、意味なんてないんだよねだから、うん、とっそっちも得意なのが便利だからなんですけどそれが分かってなくてで僕はあの,前たの日付がして、うん、夏休みの間入院してたんですよ。でそしたらねあの 夏休みでもさ授業とかやるとかあるじゃんあるでそういうとこあったんすよああでもそこで完璧に置いてかれてわからないのにわからないことを隠すやつになって気づいたら2年生になって塾に1か月だけ入るというそのまま卒業してしまうそりゃ浪人するわ卒業してから勉強頑張るぞってそれよくそっから横濃いったなまあまあまあでもあれですよ バカだったんですけど世界史とかはね先生が好きでセンター点の男だもん高校3年プラス3年して100点ですから全然すごくないんですけどまあ現役時代から世界史だけはついてってました先生が好きでとかありましたけどねあ面白いね全部が全部ダメだったわけじゃないんですけどちなみにそう学校小学校中学校高校とありましたけどちょっとこれ最後の質問にさせてですいえっとね 中までは良かったです。中までは良僕の前席は中学校です。ああ、早い。<laughs> 人生の前席早い。小学から高校の一年生5月ぐらいまでは前席です。うんうんうん。えー、高校の一年生の5月以降が、えー、居心地悪くて地獄でした。ああ、なるほど。勝手にそうしてました自分で。はいはいはい。はい っていう感じです。いや、なんか、吉野ノのいい話が、いっぱい来てましたね。すいません、もう、めちゃめちゃ話してましたね。すごくいい回だったと思います。本当ですかこんなにお茶を飲む人だとは思いませんでした。ああ、そうですね。僕も自分で話しおいてよ。僕、緑茶で行動してるし、緑茶飲んでるな、みたいな、割と思い出しましたね。ちょっと僕、次の吉野ノの誕生日は、お茶に関する何か。別に、あまあ。茶卓とかをあげようと思います。あまあまあ、まあ、あって損はしないから重ねればいいしね。茶卓をあげようと思います。ありがとうございますね。ということで、吉野ノブを素会。はい。 <laughs> ここでで終わわりにしたたたいいいいいと思いますすゆる哲学ラジオの尺使わせていただいたういそういう人間です、はい、ありがとうございました。